皆さん、こんばんは。マシンガン山北です。10月入りました。まあ、10月といえばですね、まあ、スポーツの秋、そして食欲の秋っていうところでですね、今日のお話はですね、皆さんね、朝食取られてますか？今日ね、10月2日はグラノーラの日っていうことでですね、まあね、1002っていうところでですね、10月2日、まあ、いろいろね、調べると02っていうのがですね、O2 でね、10っていうのがね、なんかスプーンっていうね、意味があってですね、まあ、グラノーラのね、日になるんですけど、グラノーラはですね、まあね、第3の朝食と言われております。なぜね、今日ね、こういう話をしたかというとですね、皆さん朝食食べてますかということで、朝食を食べることによってですね、代謝が上がり、1日の活力になるっていうことでですね、まあ、そういったお話をしたいと思ってます。そしてね、今日10月2日は豚骨ラーメンの日っていうのもありまして、博多には美味しいラーメンがたくさんあります。そしてね、スヌーピーの日でもありまして、スヌーピーといえばね、ビーグル犬ということにね、マシンガンわかりました。まあね、雑学が好きなね、マシンガンですがね、まあ昨日ね、松田選手の引退でですね、熱おってしたところで最後ね、皆さんと一緒にね、熱おしたいと思います。まあ、熱おっていうところでね、10月もね、マシンガン、熱くね、熱お魂を引いてですね、マシンガンですね、何をに行こうかな、うざおっていうところでね、10月スタートしていきたいと思いますんでですね、津田さん10月もですね、よろしくお願いします。ありがとうございました。